この動画では2022年ワールドカップに出場するチーム分析を行います。今回は日本がグループリーグで対戦するスペイン代表のサッカーについて、直近の試合からだけでなく歴史的背景や国民性などの側面からも分析していきます。皆様のご意見もコメント欄でお知らせください。スペインのサッカーは2006年ワールドカップの敗戦後に大きく変化します。当時の監督でもあったアラゴネス監督は、後にティキタカと呼ばれることになるショートパス主体で選手の連動性を重視したパスサッカースタイルの確立を推し進めました。このスタイルはトータルフットボールの重要な改良であり、選手のポジション変更を当てにした戦術であるとも表現されています。止める、運ぶ、蹴るの基本的な技術を徹底的に磨き上げ、ショートパスを細かくつなぎ、ボール支配率を上げることで自らチャンスを作り出すことができるのと同時に、相手の攻撃機会を奪うというのが大きな特徴です。このティキタカ戦術を取り入れたスペインは2008年2012年にヨーロッパ選手権優勝、2010年にはワールドカップ優勝するなど好成績を収めることができました。しかしティキタカ戦術は長く続きません。ショートパス主体である反面、攻撃のスピードが遅く、カウンターにも弱いため、徐々に他チームが対策を取っていきます。その結果、ワールドカップでは2014年は1次リーグ敗退、2018年はベスト16、2016年ヨーロッパ選手権ではベスト16と不甲斐ない結果に終わります。2018年7月に、ルイス・エンリケがスペイン代表の監督に就任しました。そこからスペイン代表は強みのパスサッカーをベースにして、縦への推進力とサイドの突破力を強化し、弱点を徹底的に改善していきました。その結果、2020年ヨーロッパ選手権ではベスト4と好成績を収めています。ビルドアップでは自陣の低い位置からでもフィールドを広く使ってショートパスをつなぐことで前に運びます。フィールドを広く使ってポジションチェンジを繰り返すことで相手の陣形を崩し、空いたスペースから展開していきます。課題でもあった速い攻撃もインサイドハーフに縦の推進力が高い選手を置くことで大きく改善されてきています。さらに前線にドリブルを得意とする選手を加え、サイドからの突破力を強化しています。このドリブル突破とポジションチェンジを組み合わせて相手陣形を崩し、空いたスペースから大きなチャンスが生まれます。ディフェンスは高い位置からのハイプレスが基本になり、狭いスペースに人数をかけてボールを奪いますが、ボールに人数をかける分他のサイドが空きやすく、ハイプレスをくぐり抜けられると一気に攻め込まれてしまいます。スペインの攻撃が速くなっている要因の一つにガビの存在があります。ビルドアップ時に相手ディフェンスと中盤の間でボールを受けることが多く、速いターンから一気に展開するのが得意です。低い位置からであっても空いているスペースを見つけて高い位置まで運べるので、全体のラインを押し上げて高い位置でポゼッションすることができます。ロングカウンターでもスピードを落とさずに前線の動きも常に見えているので、いいタイミングでキーパスを供給します。ウイングが外に開くことで相手サイドバックが釣り出されるので、ディフェンスラインの間からガビが裏に飛び出します。ここでも速いターンが生きています。攻撃だけでなくディフェンス能力にも長けています。相手のマークの位置をしっかりと確認し、少し右に寄ることでパスを誘導します。このような細かい駆け引きがうまく、高い位置でボールを奪い切り一気にチャンスにつなげます。守備の切り替えも早いので、相手のカウンターを潰す役割もしてくれます。この時点でスペースや敵味方の位置を把握し、次のプレーを決めています。そして奪われた後、すぐに奪い返しに行くのですが、ここでの奪い方に注目したいです。この状況だと、進行方向的にボールをカットして後ろに下がりながら体を入れるのが普通ですが、ガビは体を入れてボールダッシュと同時に前を向きます。前を向くのが早いので、相手の中盤が戻りきる前にバイタルエリアに侵入でき、ラストパスが出しやすい状況になっています。さらに、相手センターバックも釣り出されているので、もう片方のセンターバックが裏抜けの対応をしないといけなくなり、その分ディフェンスラインの間が広がります。ちなみに、これだけ見ると、このセンターバックのミスのように思えるんですけれども、
通常であればボールダッシュした瞬間は一番ボールが無防備になるので、奪われた瞬間に寄せに行ったセンターバックの判断は間違ったものではないと思います。ガビがすごすぎるだけで、常に周りの状況が見えていることと、奪った後のプレーも考えて守備をすることができる選手です。ここのパスも味方が相手ディフェンスに体を入れながら前を向けるようなパスを出してくれています。常にフィールド内の状況を把握しているだけでなく、最短ルートで運ぶための判断をすることもできるので、スペインのポゼッションサッカーに足りていなかった縦への推進力をもたらしています。次の注目選手はセルヒオ・ブスケツです。スペインサッカーの特徴でもあるビルドアップの中心を担っていて、相手の重心の逆をつくことでプレスをかわし、空いたスペースから展開します。相手は裏のスペースが空いたため急いで戻ろうとしますが、その分他のスペースが空くことになり、結果としてディフェンスラインを押し上げることができます。そしてテンポのいいパスで攻撃のリズムを作ります。後ろから寄せてくる相手も把握しており、しっかりかわしてからパスを出すことで味方が運ぶスペースを生み出します。シンプルに展開しようとすると、ボールに寄せてきた相手がそのまんまボールを追いかけていく可能性を考慮して、あえて一度相手を足止めしてからパスを出すことでパスの受け手がプレーしやすくなります。それが結果としてチーム全体のビルドアップを機能させます。攻撃の組み立てが注目されることが多いですが、実は守備面でも活躍しています。ボールを奪われた後の切り替えが早く、マークを見ながらカバーに入ることでボールダッシュします。ボールが相手に奪われたら引きすぎず中央のスペースに入り、パスが出そうなところを確認します。ここでは2つのパスコースの間に入って、どちらにも対応できるようにすることでインターセプトした場面です。こっからの一連の流れも見ていきますね。相手が前を向いているので、パスが出そうな相手に対して軽く寄せに行きますが、後ろを向いた瞬間、今度はこちらの選手に対して寄せる準備ができています。相手もそれが見えているのでパスは出しません。ここも左サイドのマークを指示しつつ、後ろの状態を確認して全体のバランスを見ます。後ろを気にしながら2つのパスコースを切って縦パスを防いでいます。逆サイドに展開されてウイングが飛び出したのに連動して、右サイドのスペースを埋めることで守備のバランスを保ちます。このように全体を見ながら瞬間的にパスコースを消すことで相手の攻撃を阻み、チーム全体の守備のバランスを整える役割をしています。ビルドアップが得意で重要なポイントが分かっているブスケツだからこそできる守備とも言えます。守備面においてはスイスが行った対策がいい例でした。スイスはボランチとトップ下の3人で中盤を完全にマークすることで、スペインの要であるブスケツ、ペドリ、ガビに仕事をさせません。ディフェンスラインとも連携を取り、マークの受け渡しもスムーズに行います。スペインはそれに対してゼロトップの役割をしたアセンシオが降りて、インサイドハーフのガビが裏を狙ってマークをずらつそうとしますが、スイスのディフェンスは崩れません。ここも似たような場面ですね。ワントップが降りて空いたスペースにインサイドハーフが抜けるのはスペインの特徴的な形ではありますが、ボランチのジャカがしっかり対応します。ディフェンスラインもズルズル下げず高い位置を取ります。ここはジャカの見事なオフサイドトラップですね。左サイドではジョルディアルバの攻撃参加で変化をつけますが、サイドバック、センターバック、ボランチの3人が連動して対応します。ここもスペインがポジションチェンジでディフェンスを釣り出そうとしますが、ゾーンでしっかり対応します。攻撃面においては1対1があまり強くないところが狙い目です。特にウイングの選手は守備面においてあまり強くない選手が多いので、ドリブル突破からチャンスを作りやすいです。マークも時々外すことがあります。ここではサイドバックのマークを見なければいけませんが、サイドバックが上がりボランチが下がることでマークが分散され、さらにボールウォッチャーになっているので完全にサイドバックが不利になります。外に張っていたウイングが内側に絞ることで右サイドバックがマークしなければならず、左サイドの裏スペースが大きく空きます。
このようにスモールサイドにおける3人の渦巻きの動きによる連動によってマークがずれてくるので裏スペースを空けることができます。ここではカットされてしまいましたが、パスが通っていればチャンスが作れていました。ここもウイングの裏ですね。トップ下が下がる、右サイドハーフが中に絞る、でサイドバックが上がる。こうすることでウイングの裏を取り、左サイドバックを釣り出します。これもスペインの特徴なのですが、ハイプレスで当たりに行くディフェンスをするので、ディフェンスラインを上げる意識が高いんですよね。センターバックがボールに寄せると、もう片方のセンターバックもそれに合わせてラインを上げるので、裏に蹴られた時に誰もカバーに入れない状況が生まれることがよくあります。そしてゴール前に下がるのも遅れます。ボールが最終ラインよりも後ろにある場合は、オフサイドラインはボールが基準になるので、アーリークロスで中に入れればディフェンスが整う前にシュートに行けます。このように攻撃面ではウイングの裏が空きやすいゆえに、サイドバックを釣り出しやすいのと、ディフェンスラインが高いので裏が空きやすいのが特徴です。この特徴から、基本的にはビルドアップするときにポジションチェンジをしながらスペースを空けてサイドバックを釣り出し、裏のスペースから展開するやり方が効果的のように思います。そして相手ディフェンスラインとゴールキーパーの間のスペースを早めに狙い、フィニッシュに持ち込みます。そういった意味でオフザボールの動きを一番得意としている古橋選手がメンバーから外れてしまったのは個人的には残念です。以上の点から日本代表のメンバーはこのような形がいいと考えます。フォーメーションは 4-2-3-1 で、中盤3人に対してマークしやすい布陣にします。守備の時はリトリートで後ろを固めつつ、ディフェンスラインは下げすぎないようにしてバランスを取ります。相手の変則的なポジショニングに対してはゾーンを崩さないようにして、中央へボールを通させずにサイドに追い込んでいき、できる限り高い位置でボールを奪うのが理想です。ガビの裏抜けを考えて、冨安は左センターバックに置きます。そして攻撃はサイドから攻め込むことを基本とします。ビルドアップの段階ではあえてディフェンスラインと前線の距離は広げてスペースを空けておき、さらに変則的にポジションを取ることによってマークをずらします。サイドハーフは相手サイドバックを釣り出すか中に絞らせる役割をするので、外でも中でもプレーできる久保と伊東純也を置きます。サイドバックを釣り出せたら、ボランチまたはサイドバックが空いたスペースへ抜け出し、ディフェンスラインが整う前にクロスを上げる形が理想です。そのためディフェンスラインとの駆け引きや裏抜けが得意な上田をワントップにします。スペインサッカーはポゼッションとハイプレスが特徴なので、高い位置でボールを持たせないようにすることと、ハイプレスをくぐり抜けて空いたスペースから攻め込むことが重要のように思います。いかがだったでしょうか。今回は細かい説明は省き、大まかにスペインというチームがどのようなチームなのかをまとめました。この動画がいいと思われた方はぜひいいねボタンをお願いします。また皆さんの考えるスペイン対策はどのようなものでしょうか。ぜひコメント欄でお聞かせください。